僕が大事にしていることは、まあ、仕事を、まあね、人間生きていくためにはみんな商売しなきゃいけない、お金を稼がなきゃいけない上で、こう仕事をしながら同時に自分の住む地域の課題の解決とか、まあ、地球環境のために良くなることとか、いろんなことを良くなる仕事をしていく上で同時に良くなることっていうのことを心がけています。なのでもちろん地域の材料を、地域の木材、日本の木材を使って仕事をしたり、なるべくこう省エネルギーで調達できる資材、まあものづくりが仕事なので、環境に負荷の少ない資材、またはまた、その使い終わった後も極力ゴミにならないような素材を使ってものづくりをするっていうことに心がけていますので、まあ、結果的に僕らのそういう仕事が建築も通して、ものづくり通して作るものがいろんな人たち、いろんな、まあ、社会もそうだし、日本の文化という面もそうだし、いろんなこう方面に対していい影響を与えられるっていうふうに信じて作っています。まあ仕事では山に入って、海に行くときはあんま仕事で行くことはなくて、遊びで行くことが多いんですけど、まあ素潜りもするし、サップもするし、ダイビングもするんですけど、まあすごいいい海だし、好きだし、綺麗だね、いいんですけど、やっぱいろんな問題を抱えてるっていうのは、まあ今に始まったことじゃない。たくさんの海のね、砂漠化とかいろんな問題がある中で、そうですね、本当に僕が生きてる間にどうにか変えることはできるかわからないけども、こうその森とか海とかそういう地球環境のために行動することはできます。でその行動が生きてるうちに結果にならなくても次の世代につなげることができるし、そういう問題解決のきっかけとなれば僕は嬉しいので、まあ森から間接的に海を良くするっていうことを今後